皆様お疲れ様でした。海上自衛隊幹部学校長の乾でございます。本日基調講演をいただきました河野前統幕長からは、海上自衛隊の歴史を振り返って海上自衛隊の役割について分かりやすくご説明をいただきました。どうもありがとうございました。それに引き続きまして、モデレーターの森本様のリードにより、パネリストの方々、金原さんにもご登場いただきましたけれども、貴重な発表と海洋の秩序と安定について各国の考え方を中心に活発な討議をいただきました。これをもちまして、今回のシンポジウム自由で開かれたインド太平洋戦略に基づく21世紀のシーパワーの在り方をテーマに討議をさせていただきましたけれども、初期の目的は十二分に達成できたと思っております。お忙しい中ご参加をいただいたたくさんの方々、特に若い大学生の方々にもお越しいただいておりますけれども、まさに今安全保障を勉強されている方、これから勉強される方々の、安全保障に関する知識が少しでも深まったのならば、主催者としましてですね、大変嬉しく思います。今後も海上自衛隊はいろいろな活動を通じて、この地域の安定に寄与していく所存でおります。どうか変わらぬご理解のほどよろしくお願い申し上げます。最後に、今回のシンポジウムは須澤平和財団海洋政策研究所との共催とさせていただいておりますけれども、多大なご支援を頂戴しました田中会長をはじめ、須澤平和財団の会員の皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。本日のご参加の皆様のますますのご発展、そしてインド太平洋地域の平和と安定を記念いたしまして、なんだ簡単ではございますけれども、私の挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。